神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えしますだるまちゃんシリーズで知られ2018年に亡くなった川崎市ゆかりの絵本作家加古智さ,さんを紹介するプレートが幸区の古市場第二公園にお目見えしました地域の保育園児がプレートの除幕式に参加しその後は青空の下加古さんの紙芝居を楽しみました、うん 横浜市都筑区の江川せせらぎ緑道では遊歩道沿いの桜並木に新緑が混じり始めました訪れた人たちは名残の桜とともに満開を迎えた菜の花やチューリップの色鮮やかな春の景色を楽しんでいます横浜市金沢区の海の公園が潮干狩りを楽しむ親子連れやカップルなどでにぎわっています 1> 約1キロにわたって人工の砂浜が整備されていてアサリやマテガイなどを無料で採取できます公園を管理する横浜市緑の協会は潮干狩りの目安となる干潮時刻表をホームページで公開しています青やピンク紫など色とりどりの花が咲き誇る春の里山ガーデンフェスタが横浜市旭区の里山ガーデンで開かれ 華やぎ農家をテーマとした大花壇が来場者を出迎えています約1万平方メートルの大花壇は市内最大級です横浜 d n a に5年ぶりに復帰した筒香義友外野手が18日横浜スタジアムで入団会見しましたユニフォームに再び袖を通した筒香外野手は感謝しても足りない喜びがあると語りました 湯河原町で2015年4月21日住宅の焼け跡から住人の女性が遺体で見つかった殺人放火事件は未解決のまま発生から9年を迎えます県警は19日 JR 湯河原駅前でチラシを配り情報提供を呼びかけました